はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日ですね、ここ、お茶の水ですね、立東ベースという場所でですね、からですね、お伝えしたいと思っておりますがですね、今日は特別緊急配信じゃないですけれども、ちょっとですね、皆さんにお伝えしたいことがあって、私、コルグの近藤がですね、こう参ってですね、ちょっといろいろ話をしたりとか、ちょっと新製品の紹介をしたいなと思っておりますが、というのもですね、ちょうど、この前ですね、ミニローグベースというですね、コルグから新しいシンセサイザーのですね、発売が発表されました。で、発売日はまだ未定なんですけれども、ちょっとそれの先駆けてですね、ここでぜひ実況をお持ちして、ちょっとですねお伝えしたいなと思っております。ということで、今日特別ゲストにお越しいただきました、野生コレクティブの中西道彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいテンション感ですね。ありがとうございます。でですね、今日発表したいのがですね、このミニローグベースというですね、ちょっとですね、ベーシストに特化したシンセサイザーっていうのをね、今日お持ちして、はい、中西さんにちょっといろいろ弾いてもらおうと思ってるんですけども、はい、もうそもそもですね、このミニローグベースっていうのは、このミニローグというですね、シンセサイザーがもともとコルグから発売されておりました。それをですね、ちょっとベーシスト向けにデザインとかね、あとプリセットを刷新して、まずデザインでいうと、アルミ のパネルなんですけれども、ちょっとうねるようなですね、こう流体っていうんですかね、マーブル模様っていうんですかね、綺麗ですよね。まさにまさにそうですね、はい、うねる感じをこう表現した、リキッドデザインっていうフロントパネルとですね、あと赤黒反転の鍵盤ですよね、これいわゆるこうスペシャル感アピールしたりとか、はい。で、あとですね、プリセットをですね、今回、ベーシスト用にですね刷新して、作り直しました。で、サウンドエンジン自体は、ミニローグをすごい踏襲してるんですけれども、中のそのプリセットをですね、こうよりベーシストに使ってもらいやすいようにですね、変えております。で、はい、でですよ、はい、そのプリセットなんですけれどもすいません、僕ばっかり喋ってね。大丈夫です。そのプリセットとを、ベーシストの方々に、はい、いろいろ作っていただきました。例えば山本ひかるちゃんであったりとか、はい、あと海外のトラックメーカーのデモンフーさんとか、はい、あと小池実さんというちょっとプログラムを含めていろんな、機材を詳しい方に使っていただいたり、でその中の一人が今回中西道彦さんというわけでですね、お世話になってます。お世話になってます。ありがとうございました。でもそもそもそうですね、この企画が持ち上がって多分1年ぐらい持って前ですかね。そうなんですよね、はい、中西さんにお声掛けして、ちょっとぜひベースの音色を作ってもらえませんかと、はい、コルグの方からお会いさせていただいたと。で、僕ら的にはやっぱシンセベースといえばやっぱ頭に一番思い浮かぶのがやっぱ中西さんというところですね。嬉しいですね、それお声掛けさせていただいたんですけど、最初どうでしたか、その話を聞いた時に。僕最初のシンセベースがコルグだったんですよ、はい、ありがとうございます。それで、はい、もうそれからずっとコルグのやつを何台も乗り換えてきて、はい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 、マイクロコルグ R3MS2000 っていろいろ使ってきてのこの話だったんで嬉しかったですね。単純に嬉しかったですね。そっか、 MS2000 も使ってて、ね、使ってました。はい、あ、そっかそっか、なるほど。じゃあなんとなくなんつうんでしょうね、コルグの音色というか。そうですね、あ、確かにそれはありますね、はい、なんか特徴みたいなのはこう体感はしていただいてたと、うん、はい、あとミニローグ自体も使っていただいてますよね。なんか使ってます、はい、なんかインスタとかで結構。そうなんですよ、はい、名曲のベースラインをね、そのこれで弾いてみようっていう企画を、勝手に自分でインスタでやってるんですけど、はい、もう全く同じ画角で絵変わりしなくて、服もなんなら別日に撮ってんのに同じ服でずっとやってたりとかして、全く同じアングルで、でこんなおじさんが一人でボーっと弾いてるっていう、音聞かないと何の企画だか全く分かんないっていうねあ、そういう渋いやつを。服のコーディネートもなったんですね。そうなんです。そうかそうか、なるほど。いや、あれはいいですよ、部屋の中でやってる感じです。あれもう何本ぐらい行ったんですか。60本ぐらい行ってて、でちょい今ちょっと止まっちゃってるんですけど、また昔やったやつをね、はい、
あのもう一回上げ直そうかなと思っていいっすね。そうか、はい、そんな感じで。そもそもそのやっぱ新兵引く理由みたいなんて僕、まあ、以前も聞いたことあるんですけど、改めてちょっとお伝えできればなと思うんですけど、これが本当に、まあ、一番の理由は僕が好きな音楽を表現したいってなった時に、僕が好きな音楽ってもう、まあ、言ったら半分ぐらい新兵で弾かれてるんですよね。あー、なるほど。そこがもうだったら俺新兵弾きたいなとも単純に思ったっていうか、最初のシンベ僕が買った時も結構衝動買いだったんですよ。はいはいはい。なんかマイクロコルグでしたっけ。マイクロコルグを衝動買いして、はい、うん、電池も買って外で使います。そうですね、そうそう、うん、でその場であの箱開けてなんか代々木公園かなんかでそのってやって、あ楽しいみたいな感じで、あいきなり屋外が最初のシンベだったんですね。そうか、うん、こんな感じなんだよ。なんかそうですね、そうかな、聞きたいなと思ったっていう。あそうか、でもそれ大きいですよね。実際聴いてた曲の半分が新兵だったって、うん、多分半分ぐらい新兵だったんじゃないですかね、うん、そうだと思う。多分ね、最近の曲ももちろんそうですし、例えば 80s とかもそうかも分かんないし、そうですね、はい、うんうんうん、もう僕のまああのでかいやつはやっぱジャミロクアイとか。あそうですよね、はいはい、うんうん、これ絶対エレッキじゃないなみたいな。なるほどなるほど。これなんだろうみたいな。あとスティービーワンダーとかもそうじゃないですか。ああまあそうですね。シンベとしても聴いてもかっこいいですからね。かっこいいですね。はい。これはやりたいって。まあもともと僕自身がそのピアノをやってて、まあ一応鍵盤触れたっていうのもあったんですけど。はい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 。え、めちゃくちゃアホみたいな質問ですけど。鍵盤やってた人がシンベを弾くってどういう感覚なんですかね。その左手パートだったりはするじゃないですか、普通で言うと。あーまあそれに限んないですもんね、多分いろいろある やり方があると思います。例えば、はいはい、オルガンとか、うんうんうん、エレクトーンとかから入ってシンベの人って多分左手の動きだと思うんですけど、はい、うんうん、どちらかというと、まあ、右手の方が強かったんで右手で、うん、弾いてましたね。そうかな、るそうっすね。まあ単純に音程が下っていうところでこう左手にのイメージもあるけどね、シンベ弾くときはそうシンベがメインになるんで、うん、そうか、なんかその感覚ちょっと面白いかもわかんないですね。まあ、弾きたいフレーズがまずあったんで、これ弾きたいのどうしようかなってなった時に、まあ弾きやすかったのがまあ右手の方が動くから右手で弾いてたっていう感じですかね。あなるほどなるほど、そっかそっか。でね、コルグの商品、ね、製品も使っていただいてたって。ミニローグ自体は、はい、シンベとしてはどうでした。このミニローグベース出ましたけど、その前使っていただいてる時点のミニローグって、うん、まあコルグのそのプロダクツ全般に言えるんですけど、はい、やっぱすごく分かりやすいんですよ。あの木をてらったようなあのエディットの仕方とかなくて、はいはい、もう全部その目の前に出てて、あこれをいじったらこうなるみたいなのが、はい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 、まあ、一応そのイメージ通りにいくっていうか。あなるほど。なんか何個もボタンを押さないと目的の階層にたどり着かないとかって結構はい、はい、うんうん、あるじゃないですか。なんかそれが全くなくて、あ、うん、もうここはこれっていう感じでグイッとひねればグイッと音が変わるみたいな。なるほど。そうですね、慣れやすいっていうか。はいはい、そうです、うん、そっか。確かにそのパネルのデザインっていうかその見た目 UI とかもやっぱ基本的にこう左から例えばこうマスターポジションがあって、うん、あ、そうですね、それずっと変わんないですもんね。このそうっすね、流れ音の信号の流れじゃないですけど、うん、でモジュレーションっぽいとこがあって、うん、まあ、ミキサーっぽいのがありつつ、まあ、フィルター行って、まあ、いわゆるエンベロープジェネレーターっていうかそういうアンプっていうかその辺のこうセクション行って出口に向かうみたいな。そうですね、はい、うん、でそれはちゃんとこう全部、つまみが表に出ちゃってるから、うん、確かに触れば分かるって感じあるかも分かんないですね、はい、うーん、めちゃくちゃ分かりやすいですよね、やっぱコルグの製品って、はい、ありがたいですね、うんうん、多分そこはすごく意識して多分このミニロゴ自体も開発されたと思いますし、うん、あとスライダーがちょっとこうちょっと違う場所についていたりとか。これですよ、うん、これも
まあよくここに置いたよなっていう、しかもちょっと角度がついてる、はい、うんうん、最初見た時なんかうっと思ったんですけど、はい、うんうんうん、この角度がまた使いやすいんですよね、うんうん、これ今こっちのこっち向きじゃないですか。そうそうそう、なんていうの、内側に向いてるってこと、はい、うん、例えばこれ外側に向いてたらもっと使いづらかったから、あ、なるほど、こういう動きになっちゃうから、うんうん、これだとこの動きってなんかまあ言うたら人間的にはその自然な動きっていうか、意外とスライダーって普通ここに2本ついてこう動かしますけど、でもこれでも全然この自然な手の動きを妨げないっていう意味ではすごく使いやすい。なるほど、はーっと、確かにはーってなりましたもちろんそのパネルの面積も限りがあるし、ね、横幅の筐体デザインのサイズの幅もすごい限界があると思うので、はい、その中でこう試行錯誤した結果というか、うん、多分そこが、それもう一個言いたいんですけど、お願いします、ね、あのコルグってその使いやすいのもそうなんですけど、はい、パッケージのとしてのデザインがめちゃくちゃいいです。 ありがとうございます。うん、あの無駄なスペースがないっていうか、できれば軽くて、うんうんうん、ちっちゃくて音がいい方がいいじゃないですか、はい、確かに間違いないですね、間違いないです、うん、ね、そのいつでも持ってきたいっていうモチベーションの時にが出るかっていう話の時に、なるほど、うん、これだけも凝縮してガッチリしたパッケージにしてあれば、ヒュッと持っていけるところありますよね、はい、うんうん、それはすごく見事だなと。なるほど、それでもマイクロコルグの時からずっとそうじゃないですか。そうですね、はい、まあ、本当にああもう、うんうんうん、もういつでも持ってってあげるよっていう感じのあ、確かに確かに確かに、はい、その辺が多分技術者としてはすごいこう試行錯誤の結果というかになってるのかなと思います。うん、そっか、実際ちょっとじゃあ音鳴らしてもらいましょうかね。はい、はい、うん、はい、でさっきも話したみたいに、今回ですねこのミューログベースにはですね、中西道彦さんが特別にですねあのこれ使って、音作りした、プリセットパッチが、いくつも入っておりますので、はい、例えばじゃあこの中から中西さんが作った音とかでなんかこう紹介できるものがあったらちょっと教えてください。まずあのいわゆるシンベの音っていうので19番、19番、はい、はい、ブギーベースって書いてますね。ブギーベースです、ね、はいはいはい、これどういう音色というか、まあ、あの、まあ、ブギーっていう、まああのまあいまあ、曲のタイトルですねこれ。なるほどそうか、結構じゃあ曲をモチーフにして考える。そうなんです、実は僕が作ったやつは全部ほぼほぼっていうか全部、はい、うん、曲がモチーフなんです。ああ、はい、いいですね、うんうん、だからこの曲をまあ弾くときはこういう音で弾くよねぐらいの、まあ、全く同じにはちょっと同じ音っていうわけにもいかないんですけど、その近い音色っていうのをこれで作ってっていう提案っていうか。なるほどね、はい、じゃあちょっと鳴らしてみてもらって、はいはいはい、おお、なるほど、これはまあスティービー・ワンダーです、はい、間違いないですね。あ、これは音色作るときにどうやってこう作っていきましたか。もう聞きながら、曲を聴きながら、あ、これかなこれかなっていじってった感じですかね。あー、なるほど、はいはいはい、多分オシレーター2つ使って、はいはい、うん、あ、これだ、こういう感じのモーってした音と、これにモーってした音で下を足してる感じですかね、はい、なるほど、うーん、まあ、オシレーターが1個1と2っていう風にあって、はい、うんうん、その役割分担ができて、なるほど、上でパリッとして抜けてくる部分をこの1に割り当てて、はいはい、でそのモーってくるこの重低音の部分ですね、はい、それをまあ2に割り当ててって感じで、
なるほどね、はい、へー、その後のそうか、サステインとかそういうエンベロープ系とかは何か特徴ありますか？そうですね、この音色に限って言えば、うん、まあ押したらずっと音の強さ的にはずっとボーってなるということで、はい、うん、でこのエンベロープジェネレーターの方でフィルターを引いた時だけパスンってかかるようになってて、でその後フィルターが閉じるんで、こういうパリッてするけどサスティンはまろやかみたいな音色になる。これが例えばそのサスティンまでずっとフィルター開きっぱなしだとも発信音みたいな感じなんですね。でそこでこの、フィルターのサスティンっていうのをちょっと切ってあげるといい感じにパリって出て、その後はそのまろやかな音色でアタックだけ出してっていう、あなるほど、これいいですね。なるほど、だからまあそのADSR アタックディケイサスティンリリースっていう、はい、これが、まあ、一番なんて言うんでしょうかね、重要なファクターですよね、うん、そのシンセにおいて、うんうん、はい、確かにそれが ADSR 横並びになってますからね、これ横並びですね、うんうんうん、2列で、うん、分かりやすい、あいいですね、この感じでもう一個なんか、はい、例えばどのなんか紹介していただけますか、うん、でも次が、うん、35番のチューブベースかな。チューブベース、そうですね、これは、まあ、一応チューバの音をイメージして、チューバなんですね、でも なんかまあ多分モーグのタウラスみたいなやつとか、うんうんうん、多分こういう音色のやつプリセット入ってたような気がして、はい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 、まあ、でもよく使う音色ですよねこれ、うんうん、この音色に関しては曲がこれっていうのはないんですけど、これ絶対よく使うよなと思って入れました。これ結構使ってる曲多いと思います、うんうん、もうこれでリリースを伸ばしてあげると、もうちょっとなんかゆったりしたそのテンポとか、そうか、なるほど、そう最初のだけリリース割と短めにして弾き方も含めてこう、そうですね、うん、はい、なるほど、へえ、いろいろこのプリセットを選びつつもその ADSR で音色をなんかいい感じにいじれるっていうか、なるほど、 ADSR とあとフィルターですかね、はい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 、あなるほどね、そうか、それが結構ねミニログベース直感的にできるから便利かもわかんないですね。そうですね、うん、この大きなつまみがフィルターっていうのがついてて、はい、そこだけちょっとでかいんです、そうここだけでかいんですよ、まあここだけでかいのはやっぱり理由があって、ここだけ、うん、まあ一番よく触るって言ったら触るんですよね、うん、はい、うん、そうですね、うん、このフィルターを下げていくと、まあシンセ触ってる人にはもう当たり前のことなのかもしれないですけど、一応説明するとフィルターを下げていくと、まあ言ったらここの音色変化が一番でかいですよね、うん、そうそう、なるほど、それをその ADSR で作り込んでいくっていう、はい、うんうん、イメージ的にはそういう感じです。でちょっとディレイを聞かせてみたいな感じですかね今は。あそうですね、これディレイ入ってます、まあ、別にこれなんか面白いからディレイ使ってみようかなと思って、はいはいはい、別に切っても、あそっかそっかそっか、あなるほど、結構でもあれかな、打ち込み系のやつベースラインとかで、うん、実はうっすらディレイかかってたりす、はいはい、するのもあるんで、うん、これはなんかもしかしてそういうのもちょっと意識してる音色なのかもしれないですね。なるほど、この人力
エレクトロみたいな。確かに。そう、え、じゃあもう一個ぐらいなんか紹介していただけますか。はい、うん、とじゃあ12番。あ、12番、はい、TUN ベース。 TUN ですね、うんうんうん、はい、あのアリアナグランデの Thank you next っていう曲のベース音色を意識してるんですよ。 Thank you next 音がすごくてめっちゃかっこいいんですよ、はい、でも この音出したいなと思って、ちょっと作ってみました。ちょっとやってみてもらってもいいですか。これはもうほんとスライダーを一緒に使うっていうあのイメージ。このスライダーだけでもリズムが出せるっていうか。ああ、なるほどね。確かにこのありますね、なんかぬねりが。スライダー職人です。いいっすね。いろんなあのスライダーのこれなんかやだな、これあの触り方があるんですよ。触り方があるんですよ。なるほど、はい、ちょっとなんか、うん、ちょっとあかん感じになってきました、ね、全然わかんなかったのかな。あ、でもDJ の人もね、このクロスフェイダー、そういう、うん、あの風に思っていただけた方がいいかもしれない、はい、あの、はい、この指の動きがねちょっとあれですけど、指の動きは大変あの恐縮ですけど。あ、でもそうか、スライダーも含めてやっぱり一つの奏法になるってことですね。そうなんですよ。だってさっきのあの、うん、19番かなんかのスライダーあれですよね。この音色はスライダーに、LFOがアサインされてて、うんうんうん、はい、ピッチベンドじゃなくて、うんうんうん、みたいな感じで。なるほど、こんな使い方もできますっていう。そっか、そこにスライダーにされ、はい、アサインされるもの、音やの使い方によって全然違うし、なんかそあれですね、そのそれも含めて奏法っていうか、そう、ね、あ、そうなんです、音色変化と、そうそう、これがね、うん、これ上手な人めっちゃ上手で、僕もまだ全然なんですけど、みんなすごい上手いんです、この子。はい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 、クーってくるんですよ。ってってあ、それでこうなんか食ってくる感じがすごい分かります、はい、うん、なるほど。そっか、だからそうやってこういろいろ、んと、例えば曲をモチーフにしてすごい音色を作ってくださったっていうところですよね。そうですね、はい、うん、実際なんかミニローグそうやってこう音色作ってもらいましたけど、はい、でさっきもそのパネルの話ちょっと出ましたけど、はい、改めてなんかこうミニローグのつまみの特徴っていうか、その例えばメインから入ってってこう音作りしていくに中でなんかこう、はい、ちょっとミニログちょっとこのつまみ面白いなとか、この聴き方ちょっと特徴的だなみたいなんてなんかあったら、基本的にはなんかみんなまあ思った通りの動きをしてくれるっていうか、急激になんかビャーンみたいな音になっちゃったりとか、そういうつまみが全然なくて、まあ大体全部使いやすい位置に、こんぐらい回したらまあこんぐらいの音になるよなみたいな、はい、みたいな感じで使いやすいですね。あとリリースのこの、まあ、音が伸びる長さとかも、まあ、こんぐらいだったらこんぐらい伸びるよね、うん、みたいなのが、はい、すごくなんか分かりやすいっていう、はい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 、そういうイメージはありますね。あと、まあ、左から右に一直線にその信号が流れてくんで、はい、左のこのオシレタセクションでまあ、基本的な波形を作って、まあ、このアナログシンセってその減算っていうか減らしていくっていうか、もともとのビャーって音をどう減らしていくかっていうところでアナログシンセの音の作り方なんですけど、もともとのその音色が一番左に来てて、でその音色をこのミキサーで
配分を決めて、それをそのフィルターで切って、でその切り方をここで調節して、まあ最後にエフェクトとしてディレイがかかって、はい、まあ、左からなんか順に音が流れていくっていうか、まあベースで言えば僕、まあ一番あの先頭にチューナーつないで、はい、まあその後コンプやら何やらつないで、一番最初に最後にあのまあ空間系つないだりするじゃないですか、はい、まあそういうなんか信号の流れありますよね、セオリー、ね、その一直線でなんかまあ分かりやすいなっていう。そっか、確かにそうですね。ミニローゴ自体本当普通にやっぱアナログシンセサイザーなんで、それの原理をすごい分かりやすく、まあデザインというかしてるのかなというか、配列も含めて。そうですね、はい、そういうところは分かりやすいです。そうかそうか、なるほどね。例えばじゃあこれで今この状態からちょっとなんか面白い音って言ったら変ですけども、なんか音作りっていうかしていくと結果的にこうなるみたいなんて、なかなか日産的にあったりします？無茶ぶりで、仕込みましたね今日のために仕込んでて、あの、まあ、よくこのプリセットの中に、ね、入ってるようで入ってないんですけど、はい、あのまあ八百屋のベースの音ってもう808、はい、ぽい。だからあれ何でしたっけ、シーケンサーの、うん、ピッチを出したやつみたいなのが、まあ何ですか、トラップとかですよね、はい、要するにそのジャン音楽のジャンル的にはそうです、ね、うん、トラップのベース音色とか、ベースっていうかもうキックが全部ベースのになってる、はい、トラップみたいなの聞いたらもうすぐもうまあっていうか、まあ、とりあえず聞いてみましょう。まあ、そこからどうなってるんですか？すごい簡単なんですよ。押し出た1を切って、はいはい、まあ、2をマックスにして、ここのピッチイージーイントネーション、あ、これをちょっと上げのこれ辺でちょっと、はいはいはい、おあ来た、あもう来た、はいはいはい、探い感じだね。悪いお兄ちゃんが出てきそうな感じ。悪い感じ。ああ、まさにあの音です。最初のこの一瞬出るなんかアタック感みたいな。ここね、あ、そうですね。はい、で、これはこのピッチイージーイントネーションっていうのは押し出た2にしかかかってないんで。なるほど。まあ2をマックスにして、まあ、2を使ってあげてこの音色を作るという。で、まあ、今いじったのがこのディケイってやつですね。ディケイで、おもともとはこういう音なんですよ。フィューンって音をすごく、あのフィューンをめっちゃ短くしてあげると、あ、それでこのなんかすごいアタックみたいなのが出てくるんですよね。お、はい、こういうのもできます。今のいいっすね。そうですね、そう、まあワブル、わ、うん、ね、ワブルっぽくなりますよね。はいはいはい、面白、まあ、八百屋だったら、まあ、ピッチベンドの方が、まあ、作る、あの使う機会はちょっと多いかなっていう感じではありますけど、うんうん、まあこれでも全然。なるほど、そうそう、あ、面白いですね。へえ、でもすげえ面白かったです、ありがとうございます、はい、そっか、じゃあ今こうずっと神秘を弾いていただいて、結構いろんなこうなんか基礎知識も面白かったんですけど、はい、単純な僕の疑問なんですけど、例えばそれを、例えばなんか曲があった時にこれは神秘で弾くのかとか、あとこうエレキベースで弾くのかみたいな、そういうチョイスがやっぱあるのかなと思っていて、そもそも例えば中西さんの場合だったら、なんていうの、弾き分けっていうんですか、なんて言ったんですか、この曲はエレベだなとか、この曲はシンベだなみたいな、なんかそういう区分けみたいなってなんかあったりするんですか？なんか僕、うん、まあ自分で言うのもなんなんですけど、はい、慣れすぎちゃってシンベに、はい、あのなんか両方サンプリングみたいな、あー感じ、エレベとシンベと両方なんかすげえフラットに思えてきちゃって、
あ、なるほどね。ここはなんかまあいなたい感じが欲しいからエレベ使うかなみたいな。はい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 、はい、なんかまあ言い方あれですけど、まあ割と自由になんかもう。あーそっか、なるほどね。あくまでベースパートっていうのがあって、それはどう、そうですね、なんかチョイスするみたいな、うん、まあエレベでしか弾けない、うん、そのいわゆるっていう、いい感じのなんかね、はいはい、あるはあります、あります。こういうなんか、はい、うんうん、こういうのはまあエレベで弾きます。はい。だけどなんか、うんうんうん、シンベもなんか、まあ、研究していくとなんかそういう独特なシンベならではの表現みたいなのがあったりとかして。なるほど。そういうのはシンベをなんかもう自由に使っちゃいますね。そっか、なるほど。まあ例えば8ビートとかでもエレベでね、なんかまあこういうベースラインがあったとするじゃないですか、はい、それでまあ新目で弾いたら、まあ、今リリースでちょっと音をブワンって伸ばして、はい、すごい機械的な感じの、はい、なんかちょっとなんかテクノみたいな感じの、まあこうやって、まあ、音色その角を取ってあげたりとかするとまたニュアンスが全然変わるしみたいな。なるほどね、はい、使い方ありますよね、だから。はい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 。なんかまあどの楽器もそうですけど、はい、ことにベースはそのアタックとまあなんていうかリリースというかの感じって結構単音ですごい大事な楽器の一つじゃないですか。そうですね。はい。それをなんか、まあ、人力でこう指でやるのか、ちゃんとこう、まあ、同じ人力なんだけどこうまあつまみでやるのかみたいな、うん、そういう置き換えみたいな感じ。なんかね、でもないすごいポリシーがあって、はい、エレベで出せる音はエレベで出したいんだけど、エレベが苦手なその、うんうんうん、その分野ってあるじゃないですか。例えばベーってその持続音、はい、このサスティンを伸ばしたいからって例えばブリッジを重くしてそのみたいな感じにするとどんどんやっぱりそのまあ僕が欲しいいなたいニュアンスからはちょっと遠くなってっちゃうところがあって、ある程度までその僕まあやったんですけど、なんかここはシンベだろみたいな、で本当得意なところを得意な人にやってもらうみたいな、なるほど、そういう感じで選んでます。逆パターンもあるということですね。シンベで出せないけどエレキベースで弾く、例えばそうですね、なんだろう、でも、うん、もう当たり前ですけどその、うん、すごく音色のニュアンスは、うん、こんなのやっぱり声出ないじゃないですか、このレイジをなかなかね、そうレイジじゃないや、レッチリだね、その音色の変化がつけたいなってで、もうちょっと人間っぽくやりたいなみたいな時はエレベでやりますね。なるほどなるほど。まあとこういう感じのグリースとか、ああグリースとか、あと給付の時のこう勝ちっていうこの、あそうですね、うん、そう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 、まあシンベはシンベでなんかその俺なんかゴーストの入れ方みたいなのもいろいろあるんですけど、まあそれにしたってまあエレベでしかできないことはエレベで。なるほどね。そうか、でもすごいその基本的なポリシーってすごい大事ですよね、うん、なんか別にその
それぞれのいいところを出すじゃないな、なんて言うんだろう、なんか無理してシンセペダル、うん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 、エフェクトペダルとかを使って無理してビャーみたいな音を出すとか、例えばコンプで潰してサスティンを稼ぐとかじゃなくて、まあ、自然とその弦を弾いたらやっぱ弦弾いたらやっぱ減衰するじゃないですか、はいうんうん、それはもう当たり前のその弦の動きなんで、はい、そういうところのニュアンスはこっちに任せるみたいな。なるほどなるほどなるほど。そっかそっか、もう適材適所、もうそうですね、うん、自分の出したい音にどれだけ忠実にできるかっていうところが一番ポイントという、はい、あでも面白いですね。だからそういった意味で言うと、なんかベーシストの人とかにね、ちょっとシンベー触ってもらって、うん、また表現の幅広げてもらいたいですよね。エフェクターの延長線上とかって考えていただいてももしかしたらいいかもしれないです、うん、なるほどね。そこそこそこでやっぱこのパッケージが生きてくるんですよね多分。あなるほど、いいですね、はい。まあ、さっきね何回もお話してますけど、やっぱ分かりやすいっていうところとこのサイズ感と、うん、じゃあもうめっちゃ面白かったですね。ちょっとありがとうございます。最後にじゃあもう結構いい時間になっちゃったんですけども、一曲ちょっとデモ演奏というか、はい、中西さんお願いしてもいいでしょうか。 OK です。ありがとうございます。あのピューンってやつだね。あ、それこれだけであの動画インスタで上げてんで、もし何かあったら見てください。これやり方がなんかいろいろあるんですよ。え、例えばちょっと教えてもらっていいですか。ど、うん、僕が、はい、うん、あのよくやる大げさなグリスは、うん、こっちとこっちでやるんですけど、はい、おー、あー両側両側からいくんですあ、これでもエレキベースだとなかなかできないですもん、両側。まあ、エレメでもなんかグリスのニュアンスでいろいろあるじゃないですか、なんかそれをやってる感じですよね。なるほどね。しかも結構そう、オクターブ結構またがるから、そうです、ね、独特ですになりますよね。あ、やっぱミニローグがこの大きさで37件あるっていうのがすごいメリットなんですよ。これ25件だとグリスここまで上がらないんで。そっか、こんな25件だとね、やっぱ派手にいかないです。だからミニ鍵盤でも、そのミニ鍵盤で慣れればはい、いけるんで、うんうん、
37件あるっていうのは結構強いです。そっか、37大事かも分かんないですね。大事です。それ僕はもうそれは結構痛感しました。そっか、ベースパートだけだからだいたいこれでいいやってなんないのいいですね。なるほどね。グリスがね、うんうんうん、あーいいっすね、はい、あとちょっとフィルターで遊んだりしていただいてましたよね。なんか、うん、これも一晩中いける系ですこれ一晩中いけますね。これめちゃめちゃ楽しいあとやっぱこうベーシストでまあ竿物しか触ったことがない人が最初でやっぱシンセを目にしたら結構こう戸惑うと思うんですけど、なんかそういう人に対してなんかアドバイスじゃないですけども、なんかどういうところから攻めていけばいいみたいなんてなんかあったりしますか、中西さん的に。 あれですかね、あの まずはこの一番でかいフィルターを触ってみて、はい、うん、例えばこのパッと出したプリセットがなんか自分のイメージともし違くても、はいはい、まあ、近いところ探してってこのフィルターでこのこの変化が一番でかいのでやってたら、あ、これってこれに使えそうじゃないみたいな、まあ、例えば自分のバンドのあの曲のここをこれ使ったら面白そうじゃん、はい、そういうイマジネーションがね一個でも湧けばなんかそこから広がっていくと思うんですよ。なるほど、そうか、そうやってこう確かにイマジ、確かに自分が出したい音みたいなのをまずイマジネーションして、うん、それにどう近づけていくかっていうところ、なんかあれ両側ですよね。だから出したい音が常に 100% 決まってるわけでもないけど、そのまあエフェクターとかもそうじゃない、はいはいはい、なんかすっげー面白い音がしたからこれ使ってみようみたいなのもあるじゃない、確かにその両側から攻めるっていうか、そっか、これもそういう感じがあると思います。めっちゃわかります、うん、そう確かに音色からなんかこれ面白いみたいなんて、そうなんですよ、そうなんですよ、下手すりゃ曲ができちゃうぐらい、そうなんですよ、うん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 、そのイマジネーションも、ね、どっちから攻めるかっていうのは、ね、はいはい、うんうん、その、 あの自由なので、そうかそうか、なるほど、はい、あ、めちゃくちゃ面白いいい言葉を聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。というわけでですね、まあ、今日、ミニローグベースを、紹介させていただきましたけれども、中西さんに弾いてもらってちょっとね、なんかシンセベースの楽しみみたいなのもね、ちょっとベースシストベース弾くと人とかにもねちょっとなんか感じてもらえたらなと思ったりはしました、ね、これミニローグベース今回がおそらくもうなかなか世界初出しではないかわかんないですけど、かなり早い段階でのこの発表になりましたので、中西さんに弾いていただきましたんで、ちょっとまた楽しみにしていただければありがたいなと思ってます。なんかベーシストに弾いていただきたいですしね、ね、本当そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、なんか中西さん最後言い残したこととか、言い残したことはまあいやないです十分喋りましたはい、というわけで、はい、今日中西道彦さんどうもありがとうございました。はい、ぜひミニローグベースさせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、今日の配信はこれで終わらせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。行きましょう。